フォースインディア v j m 0には、フォースインディアが2009年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラワンカーで、ジェームス・キーとマーク・スミスが設計した。2009年の開幕戦から、実戦投入された。第7戦トルコ GP での v j m 0にマシンカラーリングが、フォースインディア VJM01 の白、オレンジ、金とは異なり、インド国旗をモチーフにした白、緑、 オレンジとなった。フロントノーズはフェラーリの2000年の F1 マシンである。第1から2000に似た形状である。具体的にはコクピット前端部分から高く持ち上げられた。そのためフロントサスペンションが正面から見ると強い歯の字を描いたような形となっている。またフロントウィングは3枚式。可動部分は大きなフィンで区切られている。ミラーステーが フィン上に成形されている。2009年からのレギュレーションでフロント周りの空力パーツが大幅に制限されたための措置だと思われる。サイドポンツーン前端には規定寸法一杯一杯でフィンが装着されている。後方は一部がルノーの2009年マシンである R29 のように絞り込まれていない。エンジン、カーズ、ギアボックス、ハイドロリックは メルセデスベンツから供給を受ける。この契約が決まったのが遅かったため、VJM02 の発表が遅くなってしまった。シェイクダウンは、新車発表に先駆けて2月25日に、シルバーストーンで非公開で行われた。いわゆる、直線番長的なマシン特性を持っており、高速サーキットでは極限まで、ダウンホースを削る作戦で、上位チームとも互角に戦った。末期の冗談 ミッドランド、スパイカーと続いてきた弱小チームの流れからの飛躍的な進歩を見せたマシンであった。出展1から3回目のフリー走行と91、92でシャーシナンバー3を使用したが、92でマシンをクラッシュさせたので、決勝ではシャーシナンバー1が用意された。ウィキメディアコモンズには、ホースインディア VJM レニーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。